はい、よいしょ、始まりました、ライトチューブ。はい、みんな見たらわかるようにね、俺しかいないよ。みんなおはよう。まあ俺真面目にやっぱね、こうやっぱこう、出たがりじゃけん、もう1秒でも長く出たいっていう。本当にこれマイクいらん。この間本当ね、エコー入っちゃって聞こえにくかったの本当に悪いと思う。そうだから今日はしっかりマイクでね、バンバンね、行っていこうと思うんで。まあ、残りの二人はもう少しで来るかな。ということで、オープニングいっちゃいましょう。どうぞ。まだ一人だけだったね。いやもう今日は割と出だしからみんなコメントバチバチで、そうみんなね、やっぱゆうやさんを見に来てると思うんだけど、まあこれを見てね、あれ深夜もいいんじゃねみたいな、いやいや来ないなら消すなとか、やめろやめろ、ゆうやさんがいないとみんな見ないから、ちゃんと早く来てもらわないとね。俺結構もうすでに飲んでる。そう、ヘアメでストロング1本、で来る途中にスミノフ1本。いいね、今日みんな喧嘩腰だね。いいじゃん、飲めと。乾杯。まあそんなんじゃ潰れねえから。はい、よいしょー。はいね、なんでマイクか、まあ、マイクの方が聞こえるかなと思って、やっぱこっちの方がいいかなみたいな。そう、まあじゃあ俺の近況報告かなんかしようかな。自分の売り、自分の売りはやっぱりまあめげない心、やっぱあとこの勤勉さ、やっぱ日本人、やっぱホストはやっぱこう、まあ、遅刻とかね、やっぱほら待ち合わせに遅刻とかさあるじゃん。まあ、結構あると思うんだけど、やっぱそういうのはね、やっぱ俺しないから。そう、戦士、まあ、あと方言じゃん、ワンちゃん。そうそう、まあ、真面目なのが売りかな、やっぱり。毎日出勤するし、みたいな。まあでもたまに出勤するぐらいの方がちょっとレアがあっていいかもね。そう、おっと、もう一回飲めと。まああとこのね、みんなにやっぱこう、やっぱこんだけコメントされてるし、まあまだ5分足らずでもう100いっちゃうから、まあざっと9、30分やろ、6倍して600いくじゃん。いいからマイクやめろ。やめないよ。いいね、リスナーさんとやっぱこうやってやっぱこうつながってる感じはやっぱすごいいいと思う。お酒は一気一気ばっしょ、参りましょう。はい、あれコールして、みんなコメントでコールして、コールして、コールして。あ、いいね、いいね。はい、乾杯乾杯。叩かれてることにも気づいてないって。いやもうやっぱね、先週の放送でも言ったけど、叩かれるのは愛の証みたいな。まあなんか一番楽しいのはやっぱこう叩かれることよりもやっぱこう存在に気づいてもらえなくて、やっぱね、今日もこんだけこうコメント来ないのが一番やっぱ寂しいし、おい、お水じゃないよ、お水じゃないよ。持参したじゃん、ちゃんと。この間、持参じゃねえよ。これプレゼントされた。ストロング、ストロング。ごっつり、ストロング。そう。やっぱ店でね、ストロング置いてほしいぐらいだよね。やっぱり。今日やっぱすごいコメントがね、いっぱい来てくれて、すごいいいと思う。あ、思い出した。俺なんでマイク使ってるかっていうと、そう、説明するけど、これウィークポイントをこう隠してる意味でもマイク使ってるんやけど、なんだろうね、こう、鼻と口隠したらまあ、いいよね、みたいな。こう、
まだイケメンになるよねみたいなことを、まあ、昔言われて、やっぱさ、やっぱ俺も一応こう勉強したっていうか、じゃけんもうかで、やっぱ自撮りとかもこう隠すもんね、鼻とか口とか、こんな感じ。え、これだったら、うわ、まあまあ良くない？あ、そうそう、マジマスク営業したいぐらい素晴らしい。そう、本当にね、あの雰囲気イケメン目指したいんだけど、なんかこうだけど洗剤とか、まあ口元隠す。そう、これがやっぱね、まだよく見せること。それでまあ呼びもらってるみたいなとこあるかな、ぶっちゃけ。よいしょー。お、来た来た来た、いいよ、ようやく来たね。今日めっちゃコメント来るよ、マジで。やばいやばいやばい、今日めっちゃコメント来る。マイク聞こえにくくない？いや、前はエコーを聞いとったけど、はい、来た来た、イエイイエーイ、はい、揃いました。おっと、もう一回オープニングいっちゃいますね。もう、結構今日なんか僕いい感じに叩かれて、マイクやめろって言われて、いや、まあこれでね、やめたらやっぱ負けなんで。マイク聞きにくいのかな。え、でも結構あの番組見るっすけど、イケメン来ました。まあ、いや、異色のやつは割とマイク使ってるっすよ。そうだ、まああの、うちのグループのね人とか、一番視聴回数が多いナイトチューブとか。そうですね。そうだな。あ、でもなんかこの最初、始まる前からコメント来てたんですけど、うん、マイク聞き、どうだった？この前、この前はエコー聞いとったけんダメってやっぱ言われて、だけん今日切ってもらって、やっぱもう反省したし、まあ、バッチリ。ほら、なんかで、なんかこの放送ですごい良かった、なんかユーヤに会いに行こうかなみたいな人がいた。放送前から、あの洗剤がすごい、あ、かっこいいみたいな、めっちゃ見たいみたいな。やらせでしょ。いやいや、ほんとほんと。大丈夫、来るかな。ワンチャン来るんじゃないですか。またレース乾杯しますか、最初。よいしょ、乾杯。えい。いいね、いいね、ちょっと、コールして、みんな。うぅ。マイクうるせえしか来ないじゃん。いや、そうなんですよ。いや、多分でも、同じ人が多分、僕のアンチ深夜が、やっぱね、言ってる。絶対俺のを知ってる人やん。そう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 。俺、絶対俺を知ってる人やん。マイクのせいで行きたくなくなってきた。そんなんだったら全然来なくてもいいと思う。ね、ぶっちゃけそんなマイク一つで来ないんだったら、そんな店のなんかね、汚れとかでどうせイチャモンつけるんでしょ。もうそんなんだったらいいと思う、ほんと。右飲めよっていいね。今日ほんとにめっちゃコメント多いですよ。だってもう200っすよ。哲くん大きい人です。184cmです。右売れなそうっていいね。もう今日アンチがすごい。でもやっぱ売れてる人はやっぱこうアンチがいるじゃないですか。まあ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 、そうですね。どうですか、僕最近嬉しいことあったんですけど。何？ポーホスラで割と上がってる。割と上がってきた。ツイッターが、ね、いいぞ。今日、まあ、めっちゃ愛されキャラだ。ツイッター今すごいっすもんね。だってそう、ツイッターのスクショさ、今俺に送ってくれたら出すよ。いやいや、いいっすよ。もうツイッターのね、 ID とか載せちゃいたいぐらいですからね。真ん中がゆうやくん。はい、そうですね。そうです。右真ん中がいやさん。真ん中が後ろのナンバーワン。いや、グループナンバー。そう、待った、今日そんなことよりバースデーですか。いや、来週から木曜の。あ、もう、え、来週から変わるんですか。出せますか、木曜の3時15分からって書けますか。ちょっと意外と思ってる。伝わるんですね。時間帯をね、変えようと思って。時間帯変わります。俺それ最後に言うかなと思ったんですけど。いや、もう早めにちょっと、僕あの番組の最初にこう、今日は最後にこうお知らせがあるよって言ったら一応言っとったんですけど。マイク絶対やばくないか。いや、意外とえ、なんか結構マイクも賛否両論ですよね。まあでも、そんなことより、まあまあそんなことより、まずは方法告知、夏キュウヤのイベントが、まあまあ一番大事なところですかね、それがね。いや、もうそれじゃないですか。やっぱ言っとかないと。制服可愛いって。エアさんいつも服どこで買ってるんですか。え、これ可愛いよね。おっと、イベントより私服の方が意外と注目されてるっていう。これはあの、あれメンズノンノとかに乗ってそうな、可愛い、乗ってそうな、乗ってそうなのをイメージした。え、なんすか、その俺デザインしましたみたいな、その感じ。いや、なんか細っぽい格好だと銀座とか六本木行けないから。いや、わかる、あ、浮くっすもんね。ちょっとそろそろこう新宿じゃないとこを歩きたくて。あ
あれですね、原宿とかも歩けるよってことですね。そう、これ、これいける全然。原宿とかも歩けるよ。いやもうだって、あ、でも確かに飯尾さんあれですもんね、ここなんかちょっとドクロとか、あれ無理でしょ、結構多いですもんね。ね、いけないね、銀座とかも歩けるんだよ。誰が手つくマイク持ったら豆やねん。誰が豆やねん。もうちょっとでかいやろ。え、ってか、なんで、なんかやった、コメントおかしくね、今日めっちゃ多いっすよ。やったなんか、高くなってるほら、やっぱりやば、俺買っちゃって、コメント買っちゃってるからな、そう。やっぱ2000目指してたから今日。いや、違うっす、多分、コメント多いのは、うん、あれっす、深夜さんが、もう今ただの人間じゃないと。まあ、深夜さん今ただの人間じゃないからね、今ね。まあ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 、まあそうね。え、今ただの人間じゃない。やっぱ俺、やっぱ、え、持ち越しちゃうこれ。いや俺は先週からの持ち込み、多分持ち込み企画なんですか。俺は、うるさいよ多分。俺は今日も見たい。でもさっきゆうやにマイクって223、ゆうやにマイクって、いやマイクいるんかい言うて。マイクうるせえの、いりますマイク。マイクはいいや、いらないですか。いや、しやさん、あ、そうだね、しそう、あ、そう、ね、これで、これだけちょっと、じゃあなんか、ね、あのこれはね、理由があって、はいはい、これ、俺ってホストっぽいじゃん。まあまあ、確かにホストっぽくないです、ホストっす。いや、そう、金曜の8時から偉そうなことこうやって俺が喋っとってもみんな面白くないでしょ。なるほどなるほど。だからもっとちょっと酔っ払って、その深夜帯のってことですか。そう、営業終わりの一番いい時間に。やっぱ深夜がいいってことですか。結局ナイトチューブは深夜がいいで、あの、はいはいはい、3時から、はい、あのホス狂いのホスト行く子もね、はいはいはい、起きてるからですね。じゃあそのホス狂いの方々がここに来てますよ。飲み直しだったらいくら使えばいいの。飲み直しはあの2万円です。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 だからね、マジね、いい時間取れてね、よここしか空いてなかったな。え、でもちょうどいい時間帯じゃないですか。しかも酔っ払ってるし、で、こうちょっと、爆弾発言とか出ちゃうんですか。割とちょっとこうね、開いちゃってこう R 規制かかっちゃう。夜中の番組、爆弾発言してる番組多くない。まあ、逆になんか、あれですよね、あの、ゴールデンタイムに言えないことが言える時間帯ですから、ね、癖かかっとるけどね、やっぱね。そうそう、8時は。え、あれいっぱい言えますよ、人間じゃないやのくだり。あー、まあ、ちなみに何の寝ちゃうのかな。寝る、多分あれじゃないですか。まあ寝ちゃう人も中にはいると思うんですけど、それはね、3時は寝る人は寝る。寝ない3時ギリギリ起きてるでしょ。寝る人がいればね、寝ない人もいるし。だって金曜の夜8時とか、まずだって今日よりコメントありそうだって爆弾発言当たりますからね。まあ、俺昨日やっちゃったとか、まあ、みんな平気で言いそうですもんね。やっちゃったとか、これいいよね、これかわいい。でも今日飲み直ししようか迷ってるってすごいいいコメント来たように見えるけど、いやいや今日飲み直ししようか迷ってるぐらいだったら初回指名しようって思いません。そんなやつ、ちょっとダメダメ。今日めっちゃコメント来るでしょ。まだ半分ですよ。え、でも最高最高。多分これがもしマイク効果と、あとまあ深夜さんがいなくなれば違うよ。あ、おー、あー、なんて、いやいや、僕ら人間ですから。あー、やっぱほらなんかのハーフとの方とやっぱ違う。もうそこまで言い出した。そう、そこまで言っちゃったもん。え、あれはあの、ツイッターでさ、はい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 、女の子がさ、はい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 、あの、会いに来てくれてさ、はいはいはい、ありましたね、ありましたね。初回で入って送りが全然違うホスト、送りが鉄くんになったってことは言わなくていいの。はいはいはい、いやいや、もうおっちまで出とる。全部出とるから。え、ちょっと待って、どれ、もう外反の深夜の時点で、ね、見て、初回行きますって言って、そうそうね、深夜で写真呼びで送りが鉄だったってことは言わなくていいいやいやいや、だからじゃあ言いましょうか。もうそれ俺の口からあると、いやもうもう落ちまで出とるけどね。写真指名までもらって、あ、そうそう、てかまず外反の時点で、あ、深夜君出勤しますか今日みたいな、あ、深夜君が出勤してなかったら別の日にするんですけどみたいな。あ、そうなの。知らない、あ、そうそう、全然知らない。でもね、写真指入ってたから、あ、そう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 、まあ、これあるなと思ってまあ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 、普通ないじゃん、いつも。おい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 、誰がじゃん、あるあるある。でも深夜さんの潜在今めちゃめちゃ、あ、まあ、やっぱね、隠してるからね、やっぱこれで、これでもう深夜減ったバカ野郎。誰がお気もねん、ほんとだ、誰がお気もねん。あ、でもほんとにやっぱ嬉しいっすよね、そうやってやっぱツイッターからインスタからね、ナイトチューブからでも来てくれるなんて。送りが手つくんだってよ。まあ送りはね、俺じゃなかったんですけどね。送りじゃないの、ちょっとへこんへこんですよ。へこんへこんじゃった。そう、あー、手つくん昨日シャンパン入ってちょっと機嫌いいからちょっと絡むのやめようか。違う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 、ちょっと昨日シャンパン入れてもらって機嫌いいから。いや、まあおかげさまで、はい、おかげさまで。え、その話もやっちゃいます。もうお祝いします。おかげさまで。いや、でもてっちゃん、ラストおめでとう。初ラストおめでとう、イエイイエイ。初じゃなくね。
いや、昨日僕初ラストですね。ラストです。素晴らしい。え、どうですか、やっぱこう覚えてます、みんなラストのカトゥーンのリアルフェイス歌ってたね、昨日。でしたっけ。いや、ギリギリで、ギリギリでいつも生きとるもんね。そうそうそう、いや、ほんとギリギリで。そう、ギリギリでみたいな、ね、いつもね、上がっとるけど。そうそうそう、ギリギリで生きとるけどね、いつも。まぁ、あ、ちょっと、詳しい話はね、CM で。あ、そう、CM でしょ。とりあえず CM 行きましょう。CM どうぞ。CM どうぞ。あ、でもあれはあれね、本人をバカにしちゃダメだよ。本人を、あー、そうですね、延長しちゃうからね。あー、オッケーオッケー。あー、あれ時間、何、あ、でも、今日飲み直し3人で迷ってるって言ったらこの3人で、うん、まあ初回ついてるようなもんだもんね。それはな、やっぱ、まあでも初回じゃないですけどね、ぶっちゃけは。え、飲み直し無理って言ったから楽しんでる人いるよ。無理よ、ぶっと。まあじゃあとりあえず、どれだ、あの初回で身分証見せるときにナイトチューブで来ましたってぜひ言ってもらって、まあ3人呼んでもらわないと、まあそんなことになるから、並ぼうよ。ナイトチューブ見てきましたって言ったら、あ、まあそうですね、キャッシャーに並んでもう指名みたいな、誰か指名みたいな、うん、もううっそー、来ますみたいな。マジでもう俺取っちゃう自信しかないな、めっちゃけ取っちゃうよ。送り取れないけど指名取っちゃうよ。まあ指名本数はあれですもんね。あ、いや指名本数多いけどね、初指名多いのが唯一の売りみたいな。誰、俺、一応あのほら、かつてね、やっぱ俺過去の栄光を振りかざしちゃうタイプやけん、俺は。やっぱあれだな純粋な人間とは違うな、やっぱりやっぱり純粋な人間とは違うな。あれ、3次枠だね、ノリが。ああ、僕っすか。え、でも多分俺も正直3次枠の方が多分俺も合う。でもね、もう有名店がみんな深夜枠さ、はい、取っちゃってるからさ。え、俺あと思うんですけど、ここしか空いてなくてさ、ごめんなさい、こんなちょっとあの放送中、え、皆さんどう思うか分かんないですけど、じゃあ有名店のやつ見るじゃないですか、うん、で、ちょっと時間余ってますのそのままつけっぱにしとくじゃないですか。あ、そうそうそう、それあるらしい。多分あると思うんですよね、俺、うん、多分そっちの方がね、多分でかいと思うんですよ。どこだっけ、俺の。でも前後に、あ、この木曜の3時の枠のね、あとがあの、フェイトさんの、はいはいはい、フェイトのありますね、冬月さんのフェイトの2部のお店があれやってるから、はい、あ、そうなんですね。そこの番組を目当てに見てる子たちがその、ね、これ見てくれたらいいかなって感じで。いや、さん、いやさん、こんにちは。ナイト中見たって言えばいいんですか。言わないでしょ。言わないでしょ。え、ちなみに僕、え、それだったらでもここに直接 LINE してくれたらね、あ、まあ一番嬉しいですね、それやったら、うん、そうそうそう、寝てる、多分寝てる、深夜さん寝てるって言われてます。起きてるわ、イエーイ。2本目持ってきたぞ、2本目飲むぞ飲むぞ。気合入ってるね、気合入ってるわ。え、3時寝るかな、みんな起きてるよ。まあでも3時はまあ株式の3時って女の子いっぱいいるよね。まあ活動時間ですよね。ね、活動時間、割と夜の活動時間だね。コンビニの前に座ってる女の子よく見かけるもん。あー、もう全員見ろって感じ。あれ、ライトチューブ見てるでしょ、絶対。まあもうちょい時間過ぎるとなんかこうね、こう丸くなってもこんなでもすけど、まあそうですね、やっぱり大体になってるからね。そうですね。遊んでるわ。え、でも逆に遊んでるってことは時間が、あのフリーな時間ってことですね。そう、今まだ忙しいから、みんな担当がね、あのそう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 、アフター行くって言ってみんな4時とかまで来ないでしょ、みんな。そうですね、担当そんな来ないですか。来ないって担当みんな。あー、来ないね。アフター行くって言ってあの確かに今日ミーティングある、ね、ミーティングあるからで
あのホストの言い訳、その1ミーティング4時ぐらいまで来ないから潰れてたんで、3時ちょうどいいかも。だからえ、僕はめちゃめちゃいいかもです、その時間帯いいかも、いいかも。てか結構まず深夜さんのマイクのおかげで結構コメントの量が増えますね。いやいやいや、もう全然ね、多分最後記録出しちゃうと思うんで、やっぱ、まあ、1時半には来るなってかさ、もうそれはもうそれはもう多分もうエース級のね、もう方々のああパン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 なんで、まあまあ、1時半なんてまだうち営業終わってないですもんね。それはないね。うちうち現在もね、うち1時にはぴったりだって。グイグイよしこい、グイ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 しこい、グイ。あ、じゃあコメントもらいますね、ひろまさん。初回枕したことある？そこ拾うんかい、それか。どうですか？いやいや、僕らもちょっと頭が痛い、頭が。どうですか、深夜さん、初回枕は。初回枕ですか？LINE 帰ってきたらしますね、やっぱり。LINE 帰ってきた、そう。今日はありがとうですって。今何してるの？ドイタマ、ドイタマ入ってきたら。そう、全然もう秒で行っちゃう。秒で行っちゃう。ああ、行く行く行く。もうガンガン行くよ、もう。でもでも、聞いといて、初回枕する、お前にするってことは他にもしとるけんね、初回枕なら。まあまあ、それはあくまで深夜さんね。そう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 。まあ、とは違うじゃん。一回さん、早く言わせたら来たのだね。1000万プレイヤーみたいな発言。どうしたの？間違いない。いやいや、やっぱ未来の1000万プレイヤーなんで。あれじゃない、ホスホスにさ1000万プレイヤーって勝手につけたら。あ、でもそれ本当に思うんですよね、勝手に。あ、だって本当にあのだってつけるだけタダっすからね、ぶっちゃけ。まあ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 、まあ、あれあんのかな、審査とかあんのかな。ないっしょ。え、だってあれホスラブって全部自由なんじゃないですか。いや、ホスホスに嘘はついてない、ね、ただホスラブに嘘はつかれた。ほんともうめっちゃ書かれた。深夜さん、深夜さん、あ、これ多分前、あれかな、枕を交わしたのかな。ああね、早漏の深夜、そう来てますよ。あら、すぐ、すぐ行っちゃうからね。あらもう、てか8時だよこれ。わかそう、8時だよ。8時でそういうのダメでしょ。まだね、まだ早い、まだ早い。映画始まったばっかりだし、うち3時ぐらいの時間に、ね、逆に3時ぐらいの時にこういう話を。うんじゃあその時にゆうやさんの枕事情もじゃあ聞くってことで。じゃあね、ゆうやさんの枕はあれだよ、ほんとあのエルメスの枕使ってるらしいよ、 お家でやっぱ。俺枕あると寝れないんだよ、自分の枕あると寝れない。いや、枕あると寝れない。え、枕、枕、頭を置くとかじゃなくて、はい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 、枕があると俺寝れないの。あー、なるほどなるほど。腕、いつも腕、自分の腕じゃない。あ、自分の腕枕で寝てる。そう、それはいつもそう。あ、じゃあやっぱ、夏休暇がナンバーワンである理由としては、まあ自分の腕枕で毎日寝てることによるってことだね。腕枕か、まあお前の腕枕じゃなきゃ寝れねえよってやつね。よいしょ。木曜3時いいかな、見てほしいな、みんな。よし。まあ木曜はな、3時、どうすか、ね、このさ、見た目でさ、3時でしょ。まあまあ、あの、合わせに行ったって感じですよね。そうそうそう。どっちかっていうと。ちょっと、歌舞伎町に合わせた。歌舞伎町に合わせた。いや、あの、多分。歌舞伎町にね。てか、放送と自分の見た目を合わせたって感じですよね。多分、だから8時向きだよ、金曜の。あー、まあまあ、クリーンですもんね、てっちゃんは。てっちゃんは、しっとり系。あー、まあまあまあ、僕はあんまワイワイしないですから。しっとり系、そう。しっとり系のタイプでしょ。俺とか岩田さんはやっぱね、やっぱこう深夜帯にこう爆発するタイプなんでね、やっぱ爆発しちゃうんで。そんな、そう、爆発、早漏やけね、俺早漏だけ爆発するよ結構。あれ、そんな売れてたっけ。あー、売れてるよ。1000万プレイヤーだからね。そう、やっぱ、いや待って、左引退でもないし、てか左でかくねえわ。いや、しゃあないやん、もう身長なんです、もう身長。まあまあでも8時やからね、多分僕は多分アンダーグラウンドと。とうとうやっとね、念願にもう本当に願ってた、これが。ああ、この夜中の時間がね、うん、そう、夜中にやりたかった、うん、だから今日見てる人、やっぱぜひね、このまんまこう夜中に移行してもらいたい。そう、そうですね、これからも楽しい放送が見たいなら。違う違う、左の引退になっていかないから。多分、俺もし多分俺らが抜けた後のここ入るじゃないですか、誰か金曜日の、はい、20時15分から、ね、絶対思んないでしょ。でも金曜はやっぱね、M ステの方が面白いよ。うっせぇ、 M ステとか金曜ロードショーの方が絶対面白いから。 M ステに負ける？負けるね、やっぱ。でもホストが歌う歌って結構魅力的じゃないですか、ね、ラッソンとか。ラッソンとか先週の M ステね、はいはいはい、見てたんだよね。はぁ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 、三代目。うわぁ、それ絶対見ますもん。あと誰だっけ、あの乃木坂だっけ。あ、はいはい、欅坂だっけ。まあ、とりあえず人気なね、アイドル、グループね。三代目、ジャニーズ、もうね、あんだけ揃ったら勝てんって。俺一人じゃ勝てん。いや、あの、ちょっと俺がいるだろ。いやいや、俺がいるだろ。いやいや、3代目7人ぐらいいるじゃん。あー、7人ですね。皆さん、ちょっと僕
あのそのコメントを遮ってでもちょっと一言言いたいんですけど、うん、真ん中の人かっこいいかって書いてますけど、うん、やばいでほんま。いやでも僕なんか写りが悪いから、あの特にあの実物見てもらった方が分かるんですけど、ほんまにかっこいいです、ね、動画の写り悪いよね俺。あでも、まあ、でもしょうまあやっぱそれはでもどっちかというと実物の方がいいっていう表現もあったんですか。空気感だけ見てもらったら、でも送り一番多いって自慢してたじゃん昨日。してない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 。ラスト歌終わったのに、ね、なんか俺に送り勝てるやついんのかーって言うたよね。あーやってない。いいよったいいよった。違う違う違う。いや酔っ払って覚えてないでしょ。ゆうさんかっこいいけど送り一番多い俺ですからね。ナンバーなんてなくても送りは取れるんだよって。これもしかしたらね左引退かもしんない。ごめんなさい。左いや僕です。だよねこっちで。左。あそう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 。俺右なんだ。俺引退かもしんないもしかして。右はブスだって右のさ。悪口減ってきたよコメント。あ、そう、そうなんですよ。いや、やけん、やっぱ多分みんな慣れてきたなんで左を攻められてるんだ。ほんとだ。そう、ほんとだよ。もっといじれよ、俺を、おい。いじれよ。まあ、確かにね。もう二十字の顔、今日で最後かもしれない。そうか、これだと逆なの？来週からっすか？そう、来週からお願いしといて。ってことは、来週にはもうね。じゃあ木曜日の深夜なんで、まあどっちにしろ金曜ってことですね。アフターないでしょ。僕はアフターは基本しないですね。ないよね。アフターはしない派なんですよ。ないじゃなくてしないんだ。そう、しなくて1000万プレイヤーなんで。僕はない方なんで。あ、どうぞどうぞどうぞ。ない方としない方。あ、そう、俺はしなくて。で、開けとく方ね。俺は開けとく方、ね、特に夜中はって感じ。あ、そうそう。いや、だから、ゆうや深夜ペアはやっぱアフターしないっていう。あ、いや、しないんじゃない。してくれる人はあんまいなくて。いやさん、最近、ちょっと。これ俺も見たいですけど、十字くんの払いみたい。これってどうなんですか。アフターしてほしいのね。いやちょっとね、やっぱこう以前のね放送もありましたし、十字さんの放送でも彼もともと有名だから、ね、一番視聴回数少な視聴者数少なかったですけどね。ピーあ、ピー入れてください、ピー入れてください、ピー入れてください。違う違う、なんか本気で、いやすごいよ彼は。1分前なんでラスト僕は喋んないで。てかなんか最近あれですね、こう早い体感的にですけど、コメントってこんな早くしてくれるんだね。楽しいっすよね。うん、正直言うと、え、マジで最高記録っすよ。コメントっすよ、あれっすよね。マジで、移行する最後の回でこんなコメントくると8時にもよかった。あ、だから8時、エグステイがありながらもこのコメントはレベル高い。本当になんか質問してほしいな、もっとなんか。あ、逆にね、なんか質問してほしい。でもあと30秒前なんでね、やっぱもう、まあいいや、木曜は、ね、まあ、金曜終わりなんでこれで。そうですね、次は、じゃあ木曜日、木曜日やっての3時2日後ぐらいに湯田さんのこれってバースデーイベントがあると。あ、そう、木曜日、え、水曜日の日付変わった木曜日。あ、そうそう、水曜のですね、12時、0時超えて超えての3時とか、ね、夜中のね。あー、OK です。そうそうそうですね、これ大事ですか、うん、いいね。またお願いします。次回お願いします。